速稼塾の久保です。年末年始国民生活支援は実現するんでしょうか。いや、私はね、全く実現しないと思っております。いろんなところからそれははっきりしてるんですよ。そして2021年令和3年度一般会計予算も、これはですね、例年並みとちょっと毛が生えたぐらいなんで、とてもじゃないけどもこの中に国民生活支援が入ってるとは思えないですね。だから要するに菅政権っていうのはあと10ヶ月ほど残ってると言われてますけども、まあこのまんまコロナなんてなかった、不況なんてないんだと、そちらの方には目を向けずに、まあ死に耐えるやつは死に耐えてくれみたいなメッセージに聞こえなくもないような、そんなね、予算組になってますよね。予備費も第3次補正予算を込みで5兆円とか言ってね、何をするつもりなんでしょうかね、この5兆円ぽっきりで。私はね、令和3年度予算って200兆円ぐらいつけるものだと思ってましたけどもね、まあね、本当に思ってたわけじゃないですけども、200兆円ぐらいつけないとどうにもならないでしょ、これはね、困ったもんです。というところでね、今回はね、ノーカット単独インタビューっていうのが TBS ニュースでアップロードされてましたんで、そちらの方をまたね、香ばしく見ながら突っ込んでいきたいと思います。これもね、全編やるとね、ものすごい時間になるんで、私の気が済むところまでやろうと思います。とりあえずスタートします。発表がありました。従来のものよりも感染力が強いという新型コロナの変異種が拡大しているという報告があったということですけれども、総理にはどのような報告があったんでしょうか。英国政府の発表を踏まえてですね、直ちに厚生労働省でウイルスの専門、厚生労働省とウイルスの専門家、国立感染症研究所ですが、ここで、すぐ対応しました。で、対応した結果ですね、同じような変異をしたウイルスは現時点ではおいてはないと、まあ、そういうことの報告を受けています。イギリスでね、突然変異の新型コロナウイルスの、まあ、B 型、ベータ版みたいなのが出たみたいなんですけども、これについて日本の方ではまだ確認されてないということなんですよ。ということは、今のうちに水際対策、まあ、外国との、ね、やり取りを一切シャットアウトして、外から入らないようにするっていうのが私の得策だと思うんですよ。もちろんね、100% なしにできない事情はあると思いますけども、ちょっとでもね、海外からいらっしゃる方に対して、おおらかすぎるんじゃないかなというふうに感じますけど、その辺はどうなんですかね。この後お話に出てくるんですかね。ちょっと見てみましょうか。ヨーロッパとか中東で入国停止措置をやってますよね。そこは日本はどうですか。ここは EU政府とか近所連携しながら、ただですね、現時点において上陸拒否対象国が今なってますので、特別の方限りですね、日本に来る、例えば日本人の方で検疫に住んでらっしゃる方とか、一日表記からだそうです。それでそうしたらもちろん検査します。それで陰性でも14日間まあ、そういう体制がありますので、そこは大丈夫だというふうに思います。まあ、海外からいらっしゃる方、まあ、全土ではないですけども、きちんと検査を設けて、しかも特別な方だけなんで、1日に1人か2人だそうですね。まあ、これは全世界じゃないですよ。ある特定の地域からなんですけども、それで陰性であっても2週間の経過観察装置を取るということで、この辺についてはね、すごいいいんじゃないかなと思います。問題はこれが世界中全部の国に対してやっていないってことだと思うんですけど、その辺については何かあるかな。今後水際対策を強化されるというお考えのところは、ですから今のままの中でただ1日1人ぐらいですか、そこで今対応できますから、さらに厳しくする方向というのは東電技術との間で今交渉しています。そして国内では新たな感染者が連日3000人近くという中で、非常にこの感染が拡大している、これが止まらない傾向が続いているわけですけれども、残念ながらこれまでの感染対策成功とは言えないと思うんですが、振り返られまして総理としては何が足りないというふうにお感じになっていますか。はい、例えばじゃないですけどもね、勝負の3週間、勝負したのは国民だけだったというね、しかも刀も渡されないし盾も渡されない状態で、お願いだけされた状態でね、もう本当丸腰で勝負させられたということで、国民は本当にね、ギリギリのところをよく耐えたと思うんですよ。自画自賛ではないですけども、外出して飲食店行ってもみんなマスクしてるし、感染症対策はね、大変な中一生懸命してくださってますし、ソーシャルディスタンスと言われているものも守っていると思いますし、各種集会とかね、秋のお祭りもやってるところはなかったと思いますし、非常に我慢我慢我慢で勝負に付き合ったと思いますよ。ところが制限側としてはチャランポランですよね。これ橋本元東京市長さんも言われてましたけども、橋本さんも言われてましたけども、このね、コロナ禍における3密回避とかその他の政策、ね、こういった行動っていうのはご高齢の方を守るためにやってるわけなんですよ。移動の制限とかね。でもご高齢中のご高齢の政府閣僚皆さんがご高齢同士で集まって、8人以上でね、なんか宴会やったりとか有名人と遊んでいるっていうのは、これはいかがなものかと思いますけども、それについては何かあるのかな。ここは非常に、難しいですよね。ただ過去の本日までのですね、各種国家でやはり飲食、ここを重点的にやろうという、そこが可能性としては高いだろうという戦争を持ってますので、
飲食を中心に何かやるそうなんですけども、考えて考えてこの程度なんですかね。飲食をやろうっていうんだったら、まずね、菅総理の会食をリモートにして自宅でやってくださいよ、ね、あとはデリバリー呼んで官邸の中でやればいいじゃないですか。別に高級料亭行く必要ないでしょ、ね、高級料亭でなんか誰かは芸者呼んでましたよね。芸者を呼ぶのが悪いとは思えないんですけども、芸者さんにも生活があるんでね、使ってあげて助かると思うんですけども、ただね、そこについて、なんと言いますかね、ちょっと言い訳がましいというかね、いやぶっちゃけやんない方が良かったと思いますよ。こんなの芸者さんに行ったつもりでお金だけ渡して、要するに休業保証してね、その枠を広げていくって発想にどうしてならないかなと思うんですけどね。勝負の3週間ボロ負けですよ。それは官邸のせいでボロ負けです。国民は本当に前線で死死累々です。もう本当にインパール大作戦と同じですよ、これは。困ったもんです。そこを中心にですね、今やってます。確か処分3週間これ終わった後も増えてますけども、当時は東京、大阪、札幌、この3点、今15件ぐらい届けに基本を抜いてですね、そこの飲食の時間短縮を要請しています。で、国もですね、長時間の人が訴訟をできるようにですね、従来は最大60万円の応援だったんですけど、今120万にしました。特に年末年始ありますので、まあ、そういう形で多くの長時間からですね、そういう支援のお金関係なく、ね、心配しないでできるような体制というのを今作っています。60万から120万にして心配ないでやっていけるってどんな判断ですかね。この金額がいかに足りないものかっていうのは、その菅総理がね、毎日その宴会やって会計の金額見れば分かると思うんですよ。どのくらいの売り上げがいるのかとかね。確かにね、この金額で助かりますよ。何もないよりいいですよ。でも助けにはなりません。だって菅総理が食事してね、ちょろっと何ですかね、王選手とか杉良太郎さんと飯食ったらいくらになりました、あそこの会計。まああれは二階さんが仕切ったのかもしれませんけども、一食でね、10万20万みたいなのを飲食店は狙ってるわけですよ。まあ高級料亭だけかもしれませんけどね。でも少なく見積もっても、地方の飲食店でも1日10万ぐらいの平均の売り上げでやっとね、月間300万なわけですよ。年末になるとそれが500万600万に伸びますけども、500万600万が消えるわけですよね。時短要請などするにしても全部じゃなくてもものすごく大きく消えるんですよ。で、その売り上げが見込めない部分、時短要請した部分はパートさんの給料減るじゃないですか。そんなね、60万から120万にしたところでどこに行き渡るんですかって思っちゃうんですけどね。で、皆さんも出勤減らされてきついんじゃないですか。で、回復の見込みないわけでしょ。こんなことってあるかいなと思いますけどね。飲食店さんだけじゃないですよ。旅行従事者の方とかね、医療関係の方、介護福祉の方、それから運送とかね、そういった関係の方もほとんどですよ。ガードマンさんも同じですよ。隅から隅までなんか保証しないともう間に合わないんじゃないですかね。勝負に負けたわけですから、応急手当が必要ですよ。少なくともね、怪我人死死累々なんですから、どうするんですかと思っちゃいますけどね。まあ、本来年末年始というのは帰省をしたり休みに出かけたりですね、それからまあ生涯の人も年末年始でいろいろ生涯をやろうという人が多いわけで、まあ、本来ですとね、年末年始にもうちょっと活動ができるように、それこそその勝負の3週間の頃にもうちょっと厳しめの対応をやってれば、まあ、ちょっとこの家庭の話で恐縮ですけども、そこでこうもっとブレーキを踏んでればですね、年末年始もうちょっとその楽しく過ごせるとなったんじゃないか、そこはその政府の判断にちょっと抜かりがあったんじゃないか、ただ私が判断をして実行に移せばいいですね、専門家の委員会となります。その先生方から提案をいただいた中で政府としては対応している、まあ、そういう時もステージ3、まあ、感染拡大が増えたんですね。ここにそろそろ専門家さん入れ替えた方がいいんじゃないですかね。専門家の言う通りにあってこのありさまなんですから、まあちょっと専門家が機能してないのか、もしくはね、別の分野の専門家、例えば医療従事者の方とか介護関係の方とかっていう、そういう専門家も入れないといけないですし、中小企業の親父とかね、商店街の会長とかね、こういった人を専門家として入れていかないと。なんかね、その上っ張りばっかりの人を集めてきて、しかもその提言聞かないわけでしょ。いまいちだと思いますけどね。菅総理はでもなんかこう今日は顔が引き締まって割と国民目線でものを語ってるような気がしますね。私基本的に菅総理みたいなこの外見の人って結構ひいき目に見るっていうか好きなんですよね。だからこそまあこのままではいけないと思いますね。多分これは麻生副総理とかね、二階幹事長とかに邪魔されてるんでしょうね、いろいろと。私はね、結構切り込んで進めてる改革で評価したいものを菅総理に関しましてはすごくあって、なんか上手にやってほしいなと思うんですよね。と私は菅総理を責める気持ちというよりも期待する気持ちの方が大きいかなと思いますね。続いては時間短縮ということで、さっき言った東京とか大阪、札幌の3箇所だった。
それと GoTo トラベルについても一旦停止をしたということの提案をいただきましたので、今そこは停止をしております。さらに愛知県もそうですかね。それと、まあ、年末年始は全国で GoTo トラベルについては一旦停止をさせていただく、まあ、そういう判断をいたしました。連日その世論調査が支持率が下がってですね、その感染対策を評価しないという国民の声も出てるんですね。それから総理のその会食についても批判が出て、会食そのものということもされることながら、私がその感染に対する恐怖とかですね、それからその商売がなかなか難しくなったというか、まあ医療現場の人たちが非常に悪戦苦闘している、そういう悲鳴のようなものがですね、総理に届いているのかどうかというところがちょっと気になるんですね。そこはどうでしょう。私どもですね、やはり例えば今回飲食の時間を減らす、そうした方にも年末年始もある意味で一番この関係的ですから、まあ、そういう意味合いで、まあ、協力というんですかね、応援その最初ですけれども倍にさせていただくとかですね、あるいは病院ですね、非常にこれ逼迫をしています。そこで今度の新しい経済対策で1兆4000億円、コロナのために、例えば病床開けているところとか、そういうところにも診察として対応しています。それとか他の病院からコロナ対策の病院に応援に行く場合、これも医師看護師もですね、その支援金というのを倍にしました。まあ、こういうことをやらさせていただいて、少しでもそういう応援をできるような環境というのをこれ今作っています。はい、医療従事者の方には1兆4000億円をはじめとする、応援に行った場合にはその協力金といいますかね、そのギャラを倍にするみたいな形で医療従事者の方が報われるように報われるようにお金をつけてくださってるみたいです。あとは現場の方がこれで十分と思うのか、それともまあね、お金は確かにねすごくありがたいと思いますけども、他になんか策がないのかとかね、もっと呼びかけをどうするのかとか、なんか今度医療従事者の方からね、具体的な現場の声が上がってくるといいかなと思います。もちろん医師会の方がね、緊急事態宣言出してくださってるなど、数々の危機管理っていうのはされてると思いますけども、現場の考えとか現場の行動っていうのはまたそれはそれで別かもしれませんので、ぜひね、医療従事者の方とか看護師の方とかね、それから介護に関わる方の声がもっともっと吸い上げられればなと思っております。いかがですかね。コメント欄にでも書いていただければ非常に私なりに分析して届けるところに届けていこうと思いますので、よろしくお願いします。もうちょっと続きいきましょうか。それとは逼迫しているこの保健所にも国から応援に行くかですね、あるいは北海道とか大阪ちょっと広くですね、そういうところに政府から派遣人を出したり、また自衛隊を出したり、まあ、そういう体制がしっかり整えさせていただいております。官房長官の時に、ね、毎晩その2階建てというんで、その情報収集を熱心されたのも私も取材をして、ご存じているんですけども、やっぱ総理大臣と官房長官違いますのでね、総理大臣は毎日総理動静が全国民に見られるわけですよね。その辺やっぱりちょっと注意を怠ったなという意識はありませんか。ただこの間のですね、今話題になっていますが、やはりこれは本当に、大いな反省をさせていただきます。ただ私自身どうしても今までで捧げるですね、食事会食というよりもいろんなお話を考える、まあ、そういうことで今知識を入れながら何が一番対策していいのか、まあ、そういうことをやってきました。でもやはり今度のことをきっかけにですね、まあ、慎重にいろいろ考えながら行きたいと思います。さまざまな手を打ってこられたというのは先ほどの話にもありましたけれども、そうした手があったにもかかわらず、やはりその世論調査などで今日の最新聞の調査が 39% という支持率が急落している、こうした国民に届いていないというのはどういうことだとお考えですか。まあ、いずれにしろ結果ですから、やはりこのコロナ対策結果を出すことが大事だというふうに思っています。やれることは全て、やるというですね、やれることは全部やるということですけども、国民生活支援がすっぽり抜けてるんですよ。ここをドーンとね、中央に貫いて、もう全国民に毎月10万配るんだみたいなところが根幹にあって、それから細かいところをね、いろいろやっていく、業界ごとに支援をしていくとか、それからコロナ対策のためにワクチンはどうするとかね、意見の収集どうする、 PCR 検査どうするみたいなのが発生していくと思うんですよ。だから中央を貫く、国民の不安を払拭する、よしもう皆さんと移動はしないでくれ、金のことは政府が責任を持つからみたいなことね、やってくださるとかないんですかね。それとも経済を優先していろんな被害を受けた方にはもう自己責任ですよみたいなことで投げちゃうのかなんですよね。ここなんですよ。やれることは全部やるのを国民が求めていること、国民の声っていうのがまだ届いてない、だから私たちはね、もっともっと届けていきましょう。これはね、全然こう届いてないのか、もしくは誰かに邪魔されて、菅総理個人の耳には入ってないかのどちらかと思いますんでね、バッチリファックスを送っていきましょう。これからも秘書の中で全部まで取り組んでいきたいと思います。緊急事態宣言について知事会の方からですね、場合によってはそういうことも考えざるを得ないんじゃないかという考え方が出てまして、総理の頭の中ではそういう、まあ、危機管理というのは最悪の事態で考えていることからするとですね、緊急事態宣言というのはちょっと頭の片隅にあるんです。いずれにしろ先ほど申し上げてますけど、やはり尾身会長を中心にですね、そうした分野で相談させていただきながら、まあ、政府が対策を行っているんですけど、まあ、先般も尾身先生はですね、まだそこはないということをいただいたと思います。緊急事態宣言じゃない場合は、まあ、GoTo の全面停止というのを決めたんですけど、それ以外に何か打つ手があるということですかね。やはり飲食店の時間短縮ですね、これが先生方の評価高いんです。ですからそこを、まあ、中心にですね、これ貢献を用意してますので、地方の皆さんがそういう協力金を全く心配しないで、そうした短縮をですね、増えてきたところについてはやってほしいなというふうに思います。そうしたところに
まあ、国としても毎日こう連携しながら増え始めそうだとか、そういうところに事前に対応するというものをお話をさせていただいて、まあ、そんな状況です。そうすると飲食店 の, その時短営業で10時までのところを8時までするとか、そういういろんな対策も検討余地があるということで、そういうふうに広げていきたいと思います。ここは非常に効果があるということを委員会の説明で提言いただきますので、そこを中心になっていきたいというふうに思います。はい、やっぱりね、飲食店の時間短縮ですよね。これに対して店舗への保証も当然なんですけども、働いてらっしゃるスタッフさんね、パートさん、アルバイトさん、そこに入る納品業者さんとか、お掃除をされる方とかね、酒類をそこに納品してる方のダメージも大きいわけですよ。仕入れの量が減るわけですから。だからこういうところにもきっちりと末端に至るまでね、支援をするっていうのが、やれることは全部やるだと思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。まだ全然ね、自分の業界とか自分の立場が全然無視されてるというふうに感じる方がたくさんいると思うんですよ。ですからね、もう黙らずに声をどんどん上げていきましょう。私みたいに YouTube をやれとはまでは言いませんけども、やるのが一番だと思いますけどね。ですけども、やっぱり何かの形でね、ロビー活動、要するにこれは困ってるんだ、なんとかしろみたいなことをね、やっぱやっていかないと、やっていかないとね、これはね、ちょっとやそっとじゃ動かないですよ。なぜなら菅総理から見るその日本の景色っていうのは、料亭で美味しいものをたくさん食べてね、何不自由ない芸能人のハイクラスな方がいらっしゃって、横を見れば上級国民、こっちを見たら上級国民なんですよ、ね、そんな中で困ってる国民が見つけられないですよ。でも私たちが見てる景色っていうのは、日々悪戦苦闘して今日生きるか明日生きるかっていう、その生活のギリギリのところを綱渡りをしているような、そんな方に囲まれてるわけじゃないですか。私たちが見る景色と菅総理から見える景色、全く同じ日本でも景色違いますんでね、違うよ総理、こっちを見てくださいっていうふうな表現をすることが大事なんじゃないかなと思います。それでは一旦以上でございます。失礼します。